こんにちは、宇治天然温泉源氏の湯広報担当のためです。本日はですね、源氏の、豚カルビ、味噌焼き定食を紹介したいと思います。当店レストランベニアですね、若葉トンサイといって、和食と韓国料理を、豚をメインに出すというコンセプトのお店。ちょっとなんか光が怖い感じになってますけど、ごめんなさいね、ちょっと照明調節できないんで気にしないでください、怖くはないです。そういうあの豚をメインに出す、ベニアというレストランが入っているんですけれども、その中でこう一番のおすすめですね、こちらになります。豚の、味噌カルビ、味噌カルビじゃない、豚の味噌焼き、定食ですね。でこの定食には、ご飯、お汁、惣菜、サラダというのがついてます。じゃあ一口食べてみますね。こちらですね、これ、あ、ちょっと汁が絞っちゃった。いただきます。別の動画でも言ってるんですけど、やっぱりものすごいご飯食べたくなりますね。ちょっとご飯食べちゃうともうまた口に溜めて喋れないで食べないですけど、定食だとご飯もしっかりついてるんで安心してください。あと定食はご飯がおかわりできるので、ちょっとこの食べてもうちょっとご飯欲しいなっていう方はね、おかわり言っていただけたら、食べていただきます。このようにですね、やっぱ豚をメイン料理を出してるので、ぜひ当店源氏の湯に来た際にはですね、この豚料理堪能していただけたらなと思います。ありがとうございます。失礼します。